お待たせしました。キクコチャレンジのお時間です。はい、どうもです。さあ、今日もポケモンカード開封やっていきましょう。ということで、本日こちら、漆黒のガイスト開けていきたいと思います。再販来てね、買うことができたんで開けていきたいんですけれども、まあ、僕はね、皆さんご存知の通り、キクコ無限回収中ということで、キクコをね、ファイルにまとめてですね、まあ、コレクションしているわけでございます。まあ、いつかね、皆さんにご紹介したいと思っているんですけれども、なので、漆黒のガイスト、こちらからね、まあ、キクコを引いていきたいなというふうに思っております。やっぱね、世の中、カトレアとね、みんながカトレアを欲する今日現在なんですけれども、僕はね、キクコを手に入れたいというふうに思っております。まあもうね、万が一、間違ってカトレアを引いたとしても、まあ、喜べるは喜べる。けれどもね、やっぱりここはね、キクコを引きたいと思っておりますので、皆さんね、これから僕の神引きに期待していただければというふうに思っております。ということで、やっていきましょう。はい、ということで、開けていきたいと思います。いやーもうね、最近、オリパがですね、価格、ポケモンカードの価格がちょっと全体に上がりすぎちゃって、特に女の子 SR が上がりすぎちゃってですね、結構オリパがものすごいことになっているんですよね。まあそんなのもあってですね、ちょっとオリパ買いづらいよね、というところがあるのと、まあこのね、漆黒のガイストから当たるですね、カトレアなんかもですね、まあ非常に今高額になっております。なのでね、まあオリパではなくて、まあボックス開封でね、まああんまりこう、オリパで勝った、負けた、アドじゃないみたいなね、そんな話をするよりですね、やっぱりカード開封自体をね、楽しもうという意図で、今回はボックス開封、そして漆黒のガイストを開けさせていただきたいというふうに思っております。まあね、この漆黒のガイストなんですけれども、トレーナーズがね、何種類かありまして、まあカトレア、キクコ、そしてシャクヤ、あとズミですね。まあこの4種類ありますんで、トレーナーチャレンジができると、まあ4分の1でキクコというところで、まあかなりドキドキできると。はい、キクコですね。いいですね。ノーマルの方もね、まあ、地道に回収しておりますので、全然、いいんですよ。ノーマルがたくさん出てくれるのはありがたい。はい、そしてコクババドレックス V ですね。コクババドレックス V もですね、最近ちょっとずつダブルヤなんだけれども、買い取り上がっていたりとかしますんで、はい、シャクヤですね。なので、コクババドレックスが集められるのもいいですね。まあ、ただね、僕なんかの場合は、V クラをですね、たくさん向いている関係で、コクババドレックス V だったりとか、コクババドレックス V マックスっていうのはね、結構たくさん持っていますので、まあ、ここでね、まあ、回収できれば、まあ、ラッキーはラッキーなんですけれども、まあ、全然ね、まだまだ、たくさんある分には越したことないんでね。で、ちょっとね、汎用系のカードだったりとか、ちょっとね、かなり溜まってきたんで、まあ、どっかのタイミングで、一回ぐらいね、なんか買い取りとか、出してみても面白いかなとか、ちょっと思ってはいるんですけれども、あんまりね、カード買い取りに持っていったりしないので、作法というかね、やり方もいまいちわからないっていうところなんで、まあ、ちょっとね、初めての経験という感じで、一回ね、過去動画で上げたことありますけれども、待って。あ、違う、これ VMAX か。はい。はい。コクババドレックス VMAX ですね。今一瞬ですね、普通に VSR 来て、サポートチャレンジもせずに終わっちゃうかと思って、今ちょっとびっくりしましたけれども、よかった。まだ、キクコチャレンジに、まだ望みつながりましたね。いやー、しかし、ちょっとね、あ、待って。これ今度こそ SR かな。あ、これ、やったね。これ、やったね。最近こんなんばっかなんだよな。はい。はい。メタグロス V の SR ですね。いや、最近ボックス開封するともう、こういうのばっかりなんだよな。はい。ということで、今回も突然始まるコメント紹介のコーナーですけれども、こちらで流れているということは、まあ、いまいちいい引きができなかったんだろうというふうに思うんですけども、切り替えていこうということで、コメント紹介をしていきたいと思いますけれども、先日いただいたコメントこちらですね。いいなぁ、ヤナさんやリンゴさんと動画撮影できて羨ましいなぁ。ということで、こんなコメントをいただきまして、いや、実はですね、こちらの方別の動画にもこんなコメント残してくださっていて、広い人脈と陽キャ、羨ましいなぁ。っていうね、なんか、ものすごい羨ましがられてます。
まあすごいね、ありがたいなというふうに思っているんですけれども、まあ僕の本質的なところを言うと割と一人の時間が好きですし、どちらかというとね、黙々と一人でっていうタイプなので、そんなに広い人脈もないし、陽キャなわけでもないし、なんだろうな、そんなにいい人間でもないんですけれども、まあこうやってね、まあちょっといいイメージを持っていただけるのはありがたいなというふうに思っていたりします。まあね、こういったね、活動をしていると、まあ皆さんがね、まあ羨ましいなと思うようなこともですね、時々あるというのは、すごく配信していて楽しいなと思う瞬間ですのでね、なんかこういうのね、本当に僕のコメント欄は、まあ、本当に適当に書いていただいて、皆さんの交流の場だったりとか、皆さんの意見箱みたいになったら面白いなと思ってますので、よかったらね、今後もコメント残していっていただければというふうに思っております。ということでね、動画の方もまだまだパック残っておりますので、後半戦、皆さん応援していただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。いやー、そうですか。トレーナーズチャレンジもできず、メタグロス V の SR ということで。まあまあ、でもね、実はこの漆黒のガイスト、黒馬バドレックス VMAX の、スペシャルアートっていうのがね、HR の FA になってますんで、SR が出たところでね、まだ、HR の引けるチャレンジはあるというところなんで、まあ今度はね、HR チャレンジ、HRSA の黒馬チャレンジをしていきたいと。いうふうに思ってますんでね。まあ、メタグロスで心折れずに頑張っていきたいですね。なんかここ最近ですね、ボックス開封をしてもですね、毎度毎度なんかこんな感じになって、なんか保証の SR が出て終わるみたいなのが、まあまあよくありまして、きついですよね。メタグロス V ですね。ボックスをね、開けて保証の SR が出るとね、心も折れかけるし、あとはですね、やっぱりなんか未開封のまま取っとけばよかったなみたいなね、ちょっとそういった感情にもなりやすいので、ちょっと非常にですね、このボックスでの引きっていうのはやっぱ自分のモチベーションの指標になるなというふうに思ってますんで、なんか調子のいい時はね、ボックスからもね、バカバカ引けるんですよ、やっぱり。ただね、調子悪いとね、全然ボックスから引けなくなるんでね、まあ今おそらく僕は調子の悪い時期なんでしょうというところですね。はい、カプレヒレ、ゼブライカ、ガマガル、マイカ、このね、ちょっと連撃テンタクルもまた再度デッキ作ろうかなと思ってます。まあ、デッキ作ろうかなというか、前のやつが残ってるんですけどね。はい、セレビ V ですね。なんでね、前のやつ残ってるんで、再度、まあちょっといじってですね、現環境で少し戦えるような連撃テンタクルにできないかなというのをちょっと模索してみたいなというふうに思ってますね。リファインのね、キルリアがいますんで、あれがね、霧の水晶で呼べるから、まあチラチーノとかよりも使い勝手がいいんじゃないの説っていうのがありまして、まあ、ちょっとそんなんでね、まあ、そういった方を作ってみても面白いのかなと思ったんで、それ僕ね、あんまりなんか、ティア1と呼ばれる、みんながよく使うようなデッキっていうのね、あんまり使わないので、なんですかね、変な意地ですよね、多分ね。なので、あんまり使わないっていうのもあるんでね、そういったところでね、まあ、ちょっとマイナーだけれども、使ってて面白いデッキっていうのをね、使うのが好きなので、まあそういったのもね、ちょっと作って楽しみたいかなというふうに思っております。まあ、レギュレーション落ちギリギリまでね、やっぱりマットパーティーは好きなので、マットパーティーは多分動かし続けるんだろうというふうに思っていたりします。ということで、いやちょっとカトレアじゃない、結構引きたかったんだ。ここに来て本音出ちゃうっていう。いやーメタグロスでしたね。いや残り5パック。いや悔しいな。まあ一応ね、まだ漆黒のガイスト自体はストックがあるんで、まあちょっとそっちもね開封しようかなと思ってはいるんですけれども、まあただね、まあちょっと今回は引く子を引くべく頑張りましたが、はい、ウォチルドン V ですね。今回は引けなかったですね。そしてできることならここで黒馬の SA を引いていきたいんだけれども、そんなことはないでしょうか。そんな夢のような話、夢のような2枚箱はないでしょうかということでね。はい。はい、ということで、開封が終了いたしました。いやー、黒馬ラインはね、出たんですけど、SR がメタグロス V でしたね。いやー、なるほど。これだからな、ボックス開封はしんどいんだよな。まあ、なかなかね、最近ボックス開封の運がないですね。ちょっとこういう運をね、盛り返すために EV ヒーローとかなんか向いちゃおうかなとか、一瞬よぎったりするんですけどね。ほんとこういう時に勢いで開けるのは危険なので、まあ、ちょっと一回ぐっとこらえて我慢したいと思いますけれども、まあ、最近ね、ポケカバブルがすごくてですね、
かなり普通にね、オリパ買う、シングル買いするのにもですね、皆さん大変な中だなというふうに思ってます。なのでね、まあ、ボックス開封なんかを見てですね、皆さんちょっとゆったりと気持ちを和らげてですね、楽しんでいっていただけたいなというふうに思いますので、これからねちょっとボックス開封も僕のチャンネルではまあまあよく開けておりますので、まあ、皆さん見ていただけたら嬉しいなというふうに思っております。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできればと思います。よろしければね、チャンネル登録そして高評価で応援いただけるとありがたいです。メタグロスドンマイという方はですね、ぜひコメントを残していっていただければというふうに思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それではバイバイ。 SR はどこに行ったのやら。